で、これが最後、今ですね、これ論文投稿してて半分通ってるんですけども、ちょっと時間がなくてですね、そのレフェリーから来たのもほったらかしたままなんですけども、返せばいいんですけど、返す時間がないっていうか、こういう、これですね、これは網野さんがですね、このシークベースばっかりやってたら面白くないから、こんなんちょっと似てますよっていうわけでね、こんなんやったらどうですかって言われて、伊藤君が学生で来てて、で彼にやってテーマとしてやってもいいかったら、いいですよって言うから彼がやりました。でうまくいかなかったんですよ、残念ながらね。うまくいかなかったんですけども、こう DCA、 さっきのこれがまた働いてですね、これに入れるといくっていうのをやって、結局これポトクロになっちゃったんですね。これがまあ一番最近といえば最近、まあやった仕事としては随分古い仕事ですけども、これです。でこの気候について説明しないといけないと思います。でどうしたら色が変わるかっていうやつですけども、これは大橋先生っつって、日本化学会社を取られた結晶化学で、この化合物に目をつけられたんで、これ化合物は我々が発表してた化合物で、こういうのは遅いんですけども、早いんですけども、光で色が変わったやつが元に戻るのは早いんですけど、これ40日、半減期40日、その頃の一番安定な、世界で一番安定なフォトクロの化合物です、シフベースの中でですね。そう我々論文に書いてたんですよ。そしたら大橋先生が、そんなに安定だったら X 線が取れるだろうっつって、やられたんですけども、トゥーフォトンでこうやったら、91%はこれです、色が変わってないやつの中に9%これが含まれてるっていうわけです、その結晶の中に。ディスオーダーフォームでやれる、それはやっぱりこうもう X 線の対価じゃないとできないですよね。でそれで発表されたです、 JAX に速報で発表されて、フォトクロっていうのはこれが元で色が変わるのはこれだって発表されたんですよ。だけど僕はこれだけじゃないと思ってました。それはなぜかというと、戻りがですね、2段階で戻るんですよ。でどうしたってあれだけだったら2段階で戻れないですから、で、これとこれがあるんだろうと僕は思ってました。でこれは証明されたんで、 X 線でね。でこれをどう証明するかということですが、どうしたらいいかなと思ってたら、やっぱり合成の対価ですね、ここにメチルを入れるのは簡単だよっていうわけですよ。で、こういうのを作っていただきました。その頃まだ僕実験してました。これは僕が実験したと思いますが、これであればですね、2段階で戻る、これであれば1段階で戻るっていうのは、ここにメチルがあるとこれはできない、光で当ててもですね、これはできない、この場合はこれとこれができてるから、これの戻りとこの戻りをこう観測してる、でこれがなければこれだけの戻りだから、この1本だけだと、こうだというわけです。でこれをどう証明するかっていうので考えてですね、重水化すればいいだろうと思いまして、長狩君にお願いしたら、本当にここだけ、前の方だけ、こっちからの戻りだけが重水化の影響を受けますよって言ってもらって、これを、これうまくいったっていうわけです。でケミカルコミュニケーションに、一番手軽ですから送ったら、いっぺんでリジェクトされ いっぺんでリジェクトされて、これが X 線でやってんだから、これも X 線でやれっていうわけですね。だけど今の技術でもですね、これを X 線で確認することは僕はできないと思いますね。難しいですよ。これとこれが非常に近いところにあるので、電子密度をですね、きれいに分けるのはもう至難の業ですよ。しかもそれが数パーセントというのは、もう僕は今でもできないと思いますね。今の技術でもできない。だけどまあリジェクトはリジェクト、もうどうしようもないですよね。こちらから一方通行ですから。で、ダメだったかと思ってたんですが、一生懸命やってくれた学生さんもいるわけで、今からも論文出していかないといけないんで、でしょうがないですよ。ケムレットでダメだったんだ。でケミコムに送ったんですよ。日本でダメだったらイギリスだ。したら一言もクレームなしにポンと通ったんですね。何のクレームもなかったですよ。で、これはケミコムに載った仕事です。で、その頃ですね、スペースが大事ということが分かってたわけだから、こんなものを作ったらここに何か入るだろうと、本当に入ったんです。これメタノールが入ってますが、そうすると入ったことによってこれがこうコントロールされますよね。
大きく色が変わるところがあまり変わらないとかいうことです。で、最後の方でこう種田君っていうのが、これはちょっと変わってますよね、この全然変わらないものを作ってどうだっていうわけです、スイッチだっていうわけです。で、これは物性のスイッチだって言って出して、まあ、その仕事が阪大の真島先生のお目に留まったんだと思いますけども、初めて科研が通ったですかね。それまで科研費なんて通りません、僕はもう通らないもんだと思ってましたけども、あれに入れていただいたんですね。で、結晶の科学というのはですね、多形が重要ですね。多形というのはですね、同じ化合物で結晶の形が違うと。そうすると置換機効果は考えなくていいわけですよ。結晶の構造だけ考えればいい。だけど多形結晶ができるかどうかというのは全く偶然なんです。一つの化合物を結晶化して、それが二つの種類の結晶で取れるか取れないかというのも、それはやってみないとわからない。で、そんなの待てないので、僕はこう考えたんですよ。これが宿ベースですけど、つなげばですね、アンチ型と新型とこう取れるだろうと。溶液の中はぐにゃぐにゃしてますよ。で、結晶の中でこれとこれの結晶が取れるんじゃないかと思って、種田君にお願いしたらですね、これは取れなかったね。で、彼はですね、ここにいろいろ入れてやったんですよね。メチルの場合は、その一つの結晶の中でディスオーダーフォームとしてあるということが分かった。で、イソプロピルを入れると2つのフォームが取れたんですよ。で、こう見てみるとですね、この同じ化合物ですから光物性は一緒ですよ。こう、これ光当てる前当てた後っていうの一緒で、戻りの速度が違うんですよ。安定性が違うんですね。で、これは25時間ぐらいでフェイドアウェイですね。ただ消え去るのみっていうやつです。60時間もかかると。で、さすがドクターコースの学生ですね。こういうソフトを見つけてきてですね、ジャックスかなんかの、大橋先生の論文だったと思いますけど、それで計算してこのボリュームを出して、そのボリュームとこの速度の関係を出して、で、なんということはないです。自然科学ですからですね、びっくりするような結果は得られないですよ。当たり前の結果です。大きいスペースの中では速く動くっていうやつ、小さいスペースではあっち引っかかり、こっち引っかかりするからゆっくり動く。それを非常にサイエンティフィックに証明したということです。だけどその証明はこれがまあ最初だと思いますね。で、結晶の化学はもう一つ重要なのはですね、同型結晶というのがあるんです。結晶の形は同じだけど物は違うという。さっきのは多型というのは物が一緒だけど形が違うというやつですね。これは物が違うけど形が一緒で、これフッ素塩素臭素というのをやるとですね、結晶形が一緒なの、物違いますでしょ。で、臭素塩素はフォトクロでないんですよ。光当てても色は変わらない。フッ素だけ色が変わるんです。これはなぜかっていうわけです。で、これはドクターコースの福田君が一生懸命やったんですが、アニリン側のこのコンタクトを見るとですね、このファンデアワールス半径の輪よりもこの距離は短いと。つまりここのところにはスペースないっちゅうわけ。だけどこのサリチル電側を見るとちょっとあるぞっていうわけです。で、フッ素がフォトクロなんですが、0.27オングストロム、0.027ナノメーターですよ。で、臭素とか塩素の場合はこれぐらいです。この差たるやですね、今ナノテクとかナノサイエンスとか言うでしょ、0.01ナノメーターですよ。で、結晶はですね、0.01ナノメーターの違いを敏感に感じ取ってですね、0.01ナノメーター大きければ光で色が変わる、0.01ナノメーター小さければ動かないっていう、そういうことをやったんです。で、彼は2003年にこれでドクターを取って出ましたけども、箱崎に来てちょっと暇ができたんで、これを論文書いたらテトラヘドロンレターズの今年に、載りました。彼のドクター論文でまだ論文に書かないといけないのは
いっぱいあるんですけども、もう僕はちょっとサボってまして、飛行機の中の決心が強すぎてちょっとまずいことになってるんです。で、これは不正炭素を入れた場合はどうなるかっていうトポケミストリーですね。これはまあ重光君、それから藤原君がまあこういうこれだけ作って、測っていろいろやった結果はどういうことかというとですね、S 体 R 体とあったらこの結晶この結晶それからこれ混ぜたやつは同じ性質だというわけです。まあ見るからにそうですね。でこれが化合物っていうんです。ラセミックカンパウンドというんです。これになるとこれとこれは違いますよという、その CD とかそれは一緒ですよ。 CD とか一緒なんだけど性質はこう隣に右利きがいるか左利きがいるかという、それだけで違うじゃないですか。でそれをもう敏感に我々のモデルでは敏感に感じ取ったですね。それから箱物ですね。箱これは、ホストですけどこれは不正炭素があります。不正炭素がある箱の中に入ればこう区別することができますよというそういうことが分かりました。でここで分かったのはですね、これからこれに行くんですよ結晶で。これはちょっとにわかに信じがたいですよね。これ重光君が見つけて、これどっかで話したらその時に発表していれば「ネイチャーネタだぞ」って言われたんですよね。これからこれですよ。すごいですよね。こう結晶構造も分かってるんです。こういう構造がですね、こうずっとこう入っていくんですよ。結晶の中でね、こういくんですよ。そういう構造してるんです、この結晶はね。本当にその通りです。これはまだやりませんでしたけど、4月から暇ですから ちょっとこうやらないといけないなってこう思ってますが、でこれは箱物に入れた時に R 体と S 体をちゃんと見分けるぞっていうそういうことをやったことですね。でこれ今まではこれ準結晶それからこの包摂結晶についてですが、こうつないだらどうなるだろうかっていうのは考えますね。こう自由、これは自由ですよ、こう空間の中でね、ちょっとつないでちょっとやってやるといいぞっていうのが関君ですね、それから原田君と沢君というのがやってくれて、この図は原田君が作ったんですかね、使い回ししてますけども、ここメトキシを入れたやつと、それからこうつないだやつとこういうやつで比べようというわけです。で、その前にこう入れたやつについては、いろんな人がやってくれました。この前田君というのは4年生で卒業した人ですけども、実験が好きで、彼は一日の大半ですね、寝る時はアパートに帰ってたらしいですが、ご飯食べるのも学校と、たまに、学校で寝てたんじゃないかと思いますが、このところいろいろ変えてこう作って、いろいろこうやってくれたです。で、これ結晶構造ですけども、こう本当に入ってるかっていう、その質問がいくつか飛びましたですね。こう入ってるんですよ本当に 結晶構造、これはこういうのは難しいですよ。で、さすが網本先生ですね。この解析力大したもんで、こういうのをちゃんと作って、これ広い狭い広いところは動くっていうのを彼が作ったんですが、彼があれしてくれました。これ入ってるかどうかをですね、見分けるのはどういうふうにしてやるかというとですね、ステロイドだけの結晶でも空間はできるんですよ。こういうふうに結晶です。でステロイドだけだったらですね、融点が170度ぐらいなで、混ぜるとですね、融点効果を起こすんで、それより下がるんですよ普通だったらね。だからここに入るとですね、入ってないよりももっと安定化するんで20度ぐらい融点が上がるんですよ。だからこのステロイドだけだったら170度ぐらいなのが190何度とか200度ぐらいになるんです。ですっごいシャープになるんですね融点が。でそれはうちの学生さんみんな知ってるんで、そういうこう入ってるんかってこう聞かれてもね、こううまく答えられない。もうそれ当たり前だと思ってるもんだからね、キャトンとしてるんで、だけどこうちゃんと入ってるんですよ。で我々は融点を測るだけでもう入ってるかどうかすぐ分かる。それじゃあ、皆さん信用してないもらえないので、こういう仕事が必要になってくるわけですけども、このなんところに
空間の大きさによって安定度が違いますよっていう、そういうことです。いよいよつないだやつですけども、つなぐといろんなものができて、こういろいろ色が変わって面白いっていうか楽しいですね、これ。で、こう 目の中の色素っていうのはこれ1個なんですよね。こうレティナールのこの色ベースですけども、これ1個なんですけど、周りの構造によっていろんな色を感じするんですよ。すごいいいシステムですね。栄養からですね、これだけを取ればいいんですから、いいんですよ。これちょっと似てますよね、これね。周りがちょっと違えば中は一緒でもこう色がいろいろ変わるっていう、面白いと思います。こう、こういろいろこう測っていろいろ言ってもらえたんですが、速度論的には原田君が頑張ってやってくれて、そのメトキシ体の準決勝では色が変わるんだけど、隙間が小さいんでちょっとしか変わらないと、後ろの方から見えますですか、これちょっと変わってるんです。で、家は大きいですよ。でこんな中に入れるとメトキシですけど、入れると大きく変わります。その代わり、一桁不安定になりますね。一桁不安定になる。でこうつないでやるとですね、やっぱこう空間確保されているところにこう入ってますので、同じぐらい大きさで安定性はこれと同じぐらいになる。だからその安定に作ろうとするとですね、もう当たり前なん、もうなんて言うんでしょうか、自然科学ですから当たり前のことしかないんです。スペースを与えておいて、つないでやればいいということです。これをまあ実験的に、証明したということです。でこういうことばっかりしてたんじゃお金がもらえないので、ちょっと応用もやらないといけないという、まあ、話は一番最初は97年にも牧野君の時の卒論のテーマだったんですけども、雨音さんがその後かなり実験やられたんですけども、なかなかまあうまくいってないんです。これオルトにありましたよね、こうあの CN のここのね、オルト、これこの OH がオルト、パラにやったらヒュッていくじゃないかっていうわけで、見かけ簡単ですよね。そうするとワンフォトンでこう信号がこう伝わっていくと、ワンフォトンで結晶の中をパッとこうプロトンの移動として伝わっていく、これはいいぞと思って思ったんですけど、まあうまくってない、これはまあ将来うまくいくかもしれません。だけどここで生きてくるのがですね、その地道に一歩一歩っていうのと偶然を期待するというやつ、両方重要だっていうわけです。で、これは偶然を期待するっていうやつですが、分子間でプロトンが本当に行くのかっていうわけです。でこういう化合物を作っておいて、プロトンを光で冷気すると、あ、これはニューが、今朝方までコンピューター叩いてましたので、ちょっとこう変換をするのを忘れてます。行くかっていうのをこれやったら本当にうまくいったんです。これがですね、このピリジンの N に行ったやつと、このアミドの O に行ったやつと、ニトロの O に行ったやつと、これ全部取れたんですよ。木槌君の仕事です。これですね。こう結晶構造解析やったら、これはこの NH とこの N が近いんです。で光を当てるとブンとこう上がってプロトンが行ったのが分かります。これは NH とこう CO が近い、それはこう小さい、ニトロが近い、小さい。 NO の場合は小さいんですよ。これ NN の場合は大きいんです。 NO の場合は小さいということが分かりました。でいかに並べるかですよね。これをね、並べるとさっき見たポンポンポンってこういくわけで、2つやらないといけない。偶然に期待すると、もうとにかく作れとでうまくいったらもうそれでもう大成功。もう一つは地道に一歩ずつと、両方やらないといけない。で僕はこちらが好きですけども、これもやらないといけないです。でこれはどうするかというと、こういう空間、空洞ですね、空洞に並べればいいというわけです。で目につけたのが MCM41 っていうこのシリカゲル。でこれは磯部先生というのが隣の研究室で作ってまして、いいというので習いましたですね。どういうふうにして作ればいいかというのを習ったら、まあ、他の仕事もこういう方やっていただいたので、ちょっと紹介する教品がないんですが、これはまあこういうテンプレート法で作ってこうできているとか、 X 線でこういう構造しているというのを分かっていてやってる。でこれシックベース入れて、我々これ分かってますから、入れてやったらですね、再現性ができない、取れないんですよ。
再現性が取れないのはこれは小説だっていうわけです。ノーベル、これはサイエンスじゃない、再現性が取れないうちは論文、学会も発表できないって言ってたら、イスラエルのグループから論文を送ってきて、レフェリーですよ、MCM41 に入れてこうシフベース入れたらフォトクロになったっていう論文が来ました。でうちの研究室では再現性が取れないけど、まあ、うまく取れたんだろうなと思って僕は OK って出してそれ論文に載りましたですね。でなんで取れないのか分からなかったんですけども、ある時学生がですね、こんなのが出ますよって言われて、咳が水ですね、これ僕これが出るの分かるんですよ、シラノールの OH が出る水です。で水が取れないんですよ。で水が取れないとですね、これ入れて加水分化が起こっちゃう、それでその再現性が取れないということが分かりました。多分イスラエルはこう乾燥してるんで水が入らないのかは知りませんけど我々のところはですね、もうその真空で100度ぐらいに加熱して真空で引っ張ってもこの水は取れなかったですね。それで謎が解けました。でですね、まあ彼がこんなんやったらいいって言うんで、こう保護するっていうわけで、保護したらもう見事ですね、これシラノールの OH どこに行ったんだってか、ないですよね、ないんですよ。で、水もないですよ。でこれは再現性が、まあ、まあまあ取れるようになって、で心配だったから、まあ、こういうのも測ってもらって、まあ、スペースも十分あるというんで、こう大きいやつはあんまり入らない、小さいやつは入るぞとか、まあ、フォトクロになるぞとかいろいろやって、で、サイクリックのやつですね、これちょっと紹介したいのは、これは児玉くんのテーマだったんですけども、うまく彼1年で行っちゃった、卒業したんですけども、何年も経ってから種田くんがあれさせてもらっていいかとか、彼が完成させましたけども、こうターシャリブチ入れるとこうなるとかやつです。でこれをこの中に入れるんですよ。そしたらこんなに変わりますよね。さっきのとスケールが違うでしょ、 このスケールが、もう隙間の大きさのパワーですね。でだけどですね、これフォトクロになった後に戻らないんですよ、元に。でこうやるとまた戻らないんですよ。でこれずっと繰り返すと、こうずっとあるところに収束していく、戻らないんですよね。でこれは再現性があるんです、戻らないだけです、戻らないという再現性があるんです。でこれは、サイエンスですから、ちゃんと機構が説明できます。これからこういくやつが戻る、隙間が十分あるのでこう回ったやつがあるわけですね。それこうなるともう戻らないという、まあ、こういう仕事です。でこの後で、この阿武吉先生の指導で橋口君がやったテーマは、まあ、この傾向の仕事とか、これもまあ発展性があるでしょうね、まあ、あります。それから、この活性化エネルギーを出したりいろいろやる、これ最終年に小野君、貝原君、関本さんというのがこれ終始2年で出ますけども、彼らの最後のテーマがこれですね。でこのデータが残って、4月からの私の仕事が、宿題が残されたと、やつをやらないといけないと、こういうそういう仕事です。で最初に戻りますけど、講座紹介で持ち続けたスライド13年間使いました、これです。で国演から始まってずっと、こう行くぞこう行くぞと、君らはここだとか言ってやってたんですけども、こうやってこうやってこうやるつもりだったんですけども、こう行かなかったですね。ここ辺で終わっちゃったんで、で、ここです。残された課題って、まずその卒業修士論文、これを学術論文としてまとめて公表しないといけないという、これは私に残されたその宿題で、まあ、机があればできるかもしれません。これはまあやらないといけないことだと思います。それから運動だと、シフベースの光性か熱異性かというのは基礎理学のテーマなんだって言い続けてきたわけで、基礎理学というのは普遍性ですよね、役に立つか、普遍性、これを何とかして出さないといけない、これも私の宿題です。であとですね、もう実験のテーマとしてこう残っちゃったんで、
僕の好きなポップス エレファントカシマシって知ってますか？彼らが歌ってる歌の中で、嘘つきじゃないさ、力尽きただけだとかいうのがあるんですよ。で、僕も嘘をつくつもりはなかったんですよ。その、こう、君らはここだ、いや、最後はここだって言って、それも結果的には嘘をついちゃったんですけど、嘘をつく気はなかった。ただ力がついてしまったというそういうところですけども、伊藤先生ですね、それから江田君、これドクター出て、東工大に行きますね、それから末永さんはなんかこんなの面白いじゃないかと計算してみたらって言われてますし、雨吉先生、それから種田さんですねが興味を持って、もし実験をして一部していただけるような感じですが、こう進展するかもしれません。だけど私の宿題はここにあります。で、いよいよまとめです。ちょっと5分ぐらい追加し、送りました。忙しいと思いますけど、最後のまとめですけども、こういうことです。若い頃は焦りがありました。だけど、捨てる神あらば拾う神ありっていうんで、なんか運もついてつけばなんとかなるかなっていう感じです。それから初等教育についてですね、やってこられた人はいると思います、思いますはいますけども、時間がかかりますね。時間がかかります。だけど理解はそれはなかなか得られないですね。それを覚悟しないといけないと、もうこれはもうしょうがないっていうか、そういう現場の思いは共にしたいと思います。研究の現場は砂粒の情熱と切磋琢磨ということ、切磋琢磨というのがありますと。だから競争が嫌いな人も、これで頑張ればいいんじゃないかなと。それと砂粒の情熱というのはどういうことかというとですね、粘土ですね、粒が小さければ小さいほどこう団子になりますね。砂粒はですね、大きければ団子にならないですよ。なるのは弱いです。で、我々ですね、研究室がスタートした時はもういかにも頭でっかちですよね。教授が3人いて学生1人とか で、僕たちみんな粒が小さかったんで、こう団子になれたっていう面もあると思いますけども、皆さん粒が大きいのでなかなか団子になれないかもしれないけど、こう情熱があればですね、砂粒でも情熱があればこう団子になれるんじゃない。砂岩とか礫岩とかいうのがあるんですよ。熱が加わってグッとこう、そうするとですね、研究もいいんじゃないかと。だから砂粒皆さん大きいでしょうけども、情熱でもってやると団子になって、切磋琢磨でやると磨かれてですね、僕は言うべき言葉じゃないんですけど、僕なんか何も研究なんかあんまり大したことやってないんですけども、今までのこう自戒の念を込めて言えばこういうことでしょうか。で、私のこれまでの人生を振り返ると、幸運という一語につきます。で、うちに来た学生さんの幸運まで僕が全部独り占めしたんじゃないかっていう、ちょっとまずいんですけども、皆さんに対して皆さんの幸運を祈りたいと思います。で、ちょっといい気分になって、調子に乗って一言言えばですね、そのシャニダールっていうところがあるんですよ、イラクにあるんですが、そこにネアンデルタール人、我々の祖先っていうのはクロマニヨン人までは遡れますね。ネアンデルタール人っていうのがいたんですね、その昔にね。で、彼らは絶滅しちゃって、僕たちはそれ引き継いでないんですけども、ネアンデルタール人のもしかしたらですね、遺伝子が引き継がれてるかもしれないと。で、僕はネアンデルタール人のその優しさの遺伝子を我々がもしかして引き継いでいれば、社会がもうちょっとうまく回るんじゃないかなっていう、そういう願いがあるんです。で、予選会の時にこれを話そうかと思って一生懸命覚えてたんですけども、なんか会場に行ってコロッと忘れて別のことを話してしまいました。だけど、人の優しさっていうことについては同じだったかもしれません。で、
結論はですね、沖縄にナンクルナイサっていう言葉があるんですよ。で、小柳先生という方が呼んでいただいた時に、教えていた、なんとかなるさっていうことらしいんですけども、で、これオードリー・ヘップバーンのマイ・フェア・レイディの中で With a little bit of luck っていうのがあるでしょ、運が良ければっていうことがありますね。で、まあ運が良ければなんとかなるかなっていうのがこれまでも運が良かったんですけども、これからもまあそういうあれです。で、最後にもう一回ですね、私は幸運に恵まれましたけども、幸運っていうのはいい人に巡り合ったということで、皆さんに感謝したいと思います。で、どうもご清聴ありがとうございました。ちょっと時間オーバーしてしまいましたけれども、以上で私の講演を終わります。川端先生、どうもありがとうございました。40年間の長い研究生活、教育生活 の思いがすごく強く伝わってまいりました。川端先生の最終講義をこれで